よし、はい、OK です。はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151は今夜もサービー中、佐渡島からお送りします。でボタン雪、余ったり濁り酒かと思ったらなんちこたね、とんでもねえ話でした。普通の軽快な感じの、ミルキーな香りがする濁り酒でした。でそれをいつものようにこれで温めて缶して引き続きやってみます。あ、なんかこう最初に継いだ時より早なんかこう黄色になってきたっていうか、一気に熟成が進んだのか黄色になってきておりますって感じがするけどな。はい、なんかミルキーな感じからちょっと枯れた香りがするというか、なんか枯れた田んぼの枯れた、いや何が稲わらの匂いでもねえけど、この色が早そうさせるんだか、そういう風に思わせるんだか、枯れた感じがして、酸味と、甘みといろいろ出てくるなぁ。はい、40ちょっとぐらいだと思うんだけど、やっぱり缶いいんじゃねえかなと思います。まああの、濁り酒の缶といえば持ってこんかったけど、奈良のあの木本のドブっつやつがあるんですけど、ドブロクに引っ掛けとるのが木本のドブっつやつが、木本作りの、まあ、軽快な辛口でなんだけど、もろみが入っとる分なんていうか少し飲み応えがあって、どっちかっていうとこの餌がいらん、151への餌がいらん、つまみがいらんでなんか飲めてしまうような、そんな酒、これもそんな感じがします。はい、関するとより一層軽快な感じで、もろみのミルキーな香りは感じは薄れるけど、いいなあ、これどっちもいいです。これ冷やあの缶して、今は缶して飲んじゃねえけど、いいで、こっちもいいです。はい、いやこれちょっと意外でした。全然あもうね、缶した方が絶対うまい。はい、味出てきます。白龍、新潟白龍のボタン雪、大変身のボタン雪の話でした。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。